TV をご覧の皆さん、こんにちは。くぼりんです。今日はですね、東京オートサロン2020に来ています。今日はどうやら井口選手から重大な発表があるらしいので、ちょっと見に行ってみたいと思います。本日はスバル指定ブースにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。本日私の方から2020年スバル STI のモータースポーツ体制についてご紹介したいと思います。2020年スバル STI はスーパー GT およびニュルブリックリング24時間レースに参戦いたします。加えまして、全日本ラリー選手権においてはドライバーサポート、トヨタガズーレーシング 86BRZ レースにおいてはテクニカルサービスサポートを実施いたします。まずはスーパー GT でございます。チーム総監督は渋谷誠、チーム運営は R&D スポーツにお願いいたします。マシンはスバル DRZ GT300、 ドライバーは井口拓人、山内秀樹という布陣で戦います。2019年シーズンは皆さんに大変応援していただいたにもかかわらず、非常に重要なシーンにおいてリタイアを期すということが何度かありました。今シーズンはその原因を徹底的に追及いたしまして対策し、戦闘力を上げてレースに臨むという覚悟で今進めております。特に2020年マシンにおきましては、パワーユニットの信頼性の向上および空力の見直し、シャーシー性能の見直し、こういった内容を織り込みまして、確実にリタイアせずに、勝てるレースは確実に取り、ポイントを着実に取り、シリーズ優勝を狙います。次にニュルブリックリンク24時間レースでございます。チーム総監督は辰巳秀治、監督は澤田拓也が担当いたします。マシンは2019年に2連覇を果たしましたスバル WRX STI、 ドライバーはカルロ・バンタム、ティム・シュリック、山内秀樹、井口拓也、拓人という布陣で臨みます。2019年は完全優勝とよく言われるんですが、実はやり残したことがたくさんございます。2020年マシンにおきましては空力性能の全面見直しおよび駆動系の強度アップ、このような内容を織り込みまして、よりパーフェクトなレースに向けて戦闘力を上げることで今鋭意取り組んでおります。また今年はですね、5月開催ということもありまして、天候が荒れる可能性もあります。しかしそうなったといたしましても、スバル得意の AWD 技術を使い、より有利なレース展開に持ち込みたいというふうに思っております。オートセッションを行います。準備が整いますので少々お待ちくださいませ。それでは皆様お待たせいたしました。監督ドライバーによりますフォトセッションを行います。こちらも2パターン撮影をさせていただきます。
ではまずは皆様、中央の皆様に目線をお願いいたします。お願いします。皆様、明けましておめでとうございます。2020年もよろしくお願いします。東京都サロン開催中です。スバルブースで2020年のモータースポーツの体制発表が行われまして、2020年もスーパー GT にスバル BRZ で参戦します。そしてニュルブルクリンク24時間レースにダブル RXSTI で参戦します。去年はものすごい苦しいシーズンを送ったスーパー GT ですが、今年は、心を新たにして、車両自体は大きく変わりませんが、なんとかいい結果をたくさん出せるように精一杯頑張っていきたいと思います。シリーズチャンピオンや優勝という目標を挙げたいんですが、僕の今年のテーマは笑顔をファンの皆さんと共有したいなというふうに思いますので、なるべくたくさんの笑顔を作れるようにチームと一丸となって頑張っていきます。そして、ニュルブルクリンク24時間レースですが、昨年2連覇を達成して、今年は3連覇がかかったシーズンです。WRXSTI で3連覇今までしたことがありませんので、なんとか3連覇を達成したいと思いますし、目標である9分を切るということに向けてみんなで頑張っていきたいと思います。2020年もスバルのモータースポーツの応援をよろしくお願いいたします。頑張っていきます。